橋本ホビーへようこそ。今回はこれ、クリスマスローズのね、種が取れたので作業していこうかなと思います。以前はね、一回乾かしたりとか冷蔵庫に入れたりとかいろいろやってみたんだけど、今回はちょっと変えて、取り巻きに近い状態にしようかなと思います。で、使うのがこれ。まだこれとこれは後でいい。まずは種がこんな風に入ってるので、種をね、取り出していこうかなと思います。種を取り出すか、額だけを取り出すかって感じだね。でも結構大きな穴が開いちゃうので、種を取り出しちゃおうかなと思います。これがさ、入ってるとここがさ、腐ったりすると嫌だからさ。種ちっちゃー。で、明らかにゴミなのは取り除くと、こんなもんかな。そしたらまたね、だしパック、これ入れれるかな、これ入れれるかな、この中に入れたいんだけども、静電気で貼り付いちゃうよな。紙に開ければよかったね、最初からね。いいよ。で、これぐらい回収できればいいでしょうと。山盛りあるからね、そしたらこれはしっかりと折り返して、もう一回ぐらい折り返しとく。こうしとけばいいか、入れるときに適当にね。こんな感じやっとけばこぼれないでしょ。そしたら次のに行く前に混ざるんでね、アルコール除菌と兼ねて種をきれいに拭き取る。に書いとかなきゃね。次は桜シフォンの分だね。これね、種が見えてないのでできてるかどうかが分かんないんだけど、これ種なのかな、わかんない。もう一個あるので、プチドールはね、かなり細かい種だったんだけど、こんな細かいのはなさそうだけど、なんかちょっとだけもう一回りっていうのかな、大きいプツプツがさあるんだよね。それが種なのか何なのか。多分これだよな、クリスマスローズの種な。さっきのさ、プチドールはなんであんな細かいの、あれ種じゃないの、めっちゃ入ってるんだけど。これだよな。2個しかない。この袋の中を見てない。2個しかない。カビると嫌なんで新しいの出します。これは外のさ、環境中にあったものだから、もしかしたらカビてるかもしんないよな。2つ入れて、もうこれは種じゃないものとする。プチドールって種ちっちゃいんだろうか、わかんないね。横山さん教えて。全然知り合いじゃない。
あ、ちなみにこれ品種名書いちゃってますけれども、から取ったっていう意味で、この種が桜シフォンっていう意味ではないです。あくまで未生になります。親の名前を書いたっていうだけです。こっちのプチドールもそうね。なのでプチドールはね、本来プチドールアヤとかプチドールユイとかプチドールシオリとかいろいろあるんですけど、そこまで書いてないですね。そこまでの情報が必要ではないので。確か、親はプチドールアヤだったと思います。本当に種なのかな。ちょっと見ていい？ちょっと見ていい？うん、でもやっぱ種だよなこれな。プチドールの種ってこんなちっちゃいんだろうか。わかんない。未熟すぎるっていう可能性もあるし、でも黒くはなってんだよね。まあそういう特性の品種なのかわかんないです。埋めていくんですが、生産者さんはパーライトに埋めてるそうです。なんだけど、パーライト持ってないので、多肉で余った土。まだ未使用で清潔な土なんだけど、カヌマが1、オラ土の採流ね、ヒューガ土の採流1。上の方出てると乾燥すると思うので、しっかりと見えないように埋めちゃいましょう。でこれで植え付け時期まで普通に水やりすればいいそうです。他のね植物と一緒にね並べて管理とかして、まあ水もね一緒に水やりどんどんして、土乾かないようにしてあげればいいそうです。クリスマスローズのね種まき一回はしたことあるんだけど、そんなにね詳しくないんで、できればねいろんな人の動画とか参考にしてもらえればなと思うんですけれども、今回はね自分はこんな感じでやりました。まあさすがにねこの鉢皿でかいんで、この辺とかに乗っけて置いとこうかな。これはカルビーポテチの蓋。こういうの鉢皿になるんでね。まあこれにはちょっとちっちゃいかな。これ3号なんだけど、2.5 とか2とかだったら十分ね、鉢皿になると思います。じゃあね、今日はこれぐらいにしてね、終わりにしようかなと思います。この後ね、すぐに水をね、しっかりと与えようかなと思います。こうやってね、パーライトに埋めるよって言ってた人は上何もかけてなかったので、一応ねそのような形でやってみようかなと思うんですけれども、あまりにも乾くなと思ったら、自分はいつもやってるようにサランラップとかかけちゃおうかなと思います。まあビニールかぶせるとかね。でもビニールかぶせるとさ、下まで行っちゃうからちょっと過湿になりすぎるかなっていう気もするので、上だけラップにするかな。ということでね、今回はクリスマスローズのね種を折ったので、まあ一旦ね土というか、まあ本来パーライトらしいんですけれども、自分はねヒューガとカヌマのミックスにね植えてみました、埋めてみました。でこれね、植え付け時期になったらちゃんと掘り起こさないと、芽が出ちゃったらね、不織布多分突き破れないと思うので、しっかりとね植え付け時期が来たら植え替えっていうのをねしてあげるといいのかなと思います。この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。アドバイスとかね、質問とかコメントね、気軽にいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。ツイッター、インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。